ヤナノ・ボトナは、チェコスロバキアブルの出身の元女子、プロテニス選手。1998年のウィンブルドン選手権、女子シングルス優勝者である。サービスボレーのプレースタイルを得意とした選手で、ネットプレーと、片手打ちのバックハンドスライスも得意であった。自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス1位、WTA ツアー23で、シングルス24勝。 ダブルス76勝を挙げた。1987年にプロ入り。1991年の全豪オープンで女子シングルス準優勝。この時の決勝戦では、当時17歳の新生モニカ・セレシュに7から5、3から6、1から6で逆転負けしている。それから、ウィンブルドン選手権で、 1993年と1997年の2度、準優勝に甘んじた。とりわけ1993年の決勝戦では、最終第3セットで、シュテフィグラフを4から1まで追い詰めながらも、ここから優勝を意識し始めて、プレーが固くなり、意外なミスを連発して、グラフに5ゲームを練習されて、大逆転負けを喫した試合が長い間語り草になっていた。 勝負所での精神的な弱さが課題と言われ続けたノボトナは、1997年の決勝では、当時16歳9ヶ月のマルチナ・ヒンギスに6から2、3から6、3から6で敗れている。しかし1998年に3度目の正直で祝賀を果たし、フランスのナタリー・トージアに6から4、7から6のストレート勝ちを収めて、ウィンブルドに優勝者になった。 ノボトナはダブルスの名手としても知られ、様々な選手たちとペアを組んで、すべての四大大会でダブルスのタイトルを獲得した。1989年から1990年にかけては同じチェコスロバキアのヘレナ・スコバとペアを組み、1990年のシーズンは四大大会女子ダブルスに3、連勝しながらも、 全米オープン女子ダブルス決勝でジジフェルナンデスとマルチナのブラジロアの組に敗れ同一ペアによる女子ダブルスの年間グランドスラムを逃したことがある。1994年から1995年にかけてはスペインのアランチャ・サンチェス・ビカリオがダブルスのパートナーだった。1998年にはマルチナ・ヒンギスとペアを組み全仏オープンから 全米オープンまで4大大会女子ダブルス3連勝を達成した。ノボトナはオリンピックのテニス競技にも1988年ソウル五輪、1992年バルセロナ五輪、1996年アトランタ五輪の3度出場した。ノボトナとヘレナスコバはソウル五輪とアトランタ五輪で2個の女子ダブルス銀メダルを獲得している。 1988年ソウル五輪はオリンピックにプロテニス選手の出場を認めた歴史的な大会である。ノボトナとスコバは女子ダブルス決勝でアメリカ代表のジーナガリソンパムシュライバー組に6から4、2から6、8から10で敗れテニス女子ダブルスの復活金メダルを逃した。1988年と1992年。 彼女はチェコスロバキアのオリンピック代表選手であったが、1993年にチェコスロバキアが連邦解体して、チェコ共和国とスロバキア共和国に分かれる。チェコスロバキア解体後、ノボトナはチェコの代表選手として1996年のアトランタ五輪に出場し、女子ダブルス銀メダルと女子シングルスの銅メダルを獲得した。 ノボトナは1999年の全米オープン3回戦でアンケ・フーバーに敗れた後、この年限りでの現役引退を表明した。同世代にあたるシュテフグラフも少し前の8月13日に現役引退を表明したので、女子テニス界は2人のベテラン選手のトップを相次いで失うことになった。2005年7月9日に国際テニス伝道入りを果たしている。 2017年11月19日、2010年から、患っていた乳がんとの長い闘病生活の末、家族に見守られながら、チェコの自宅で死去。49歳没。ありがとうございます。